はい、ひとつきます。清水です。いや、円安がね、凄まじいですね。で、これ一番やっぱダメージ受けてるのが、物価上昇の煽りを食らうのがですね、まあやっぱり服、ユニクロ、あとご飯、食品系ですね。この状況になってはいるんですけども、これの原因って何なの？なんでこんなに止まんねえの？っていう話なんですが、まあこれはですね、まあ黒田総裁が金融緩和を続けるというふうに言っている、まあのもあるんですけど、金融緩和じゃあなんで続けざるを得ないのか。それはですね、アベノミクスのツケ、安倍晋三という人間が起こした失策のツケであるというところをですね、佐藤さんと話をしていきたいと思います。佐藤さん、職業政治家小沢一郎という本が最新刊なんですけども、まあ、いろんな政治家、そして官僚ね、まあ、黒田さんが日総裁になる前は、佐藤さんが取材とかもされたこともあるんですけども、これについてですね、ちょっと話をしていきたいというふうに思います。佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ユニクロとかね、すごい値上がりで、1990円のフリースが2990円。あとヒートテックっていう下着。これね、肌着系。あれが490円がなんと1000円値上がり。2倍以上。とか。あとはもう食品関係。いろんなものが値上がり、値上がり、値上がり、値上がりで。もう止まらない。もう円安時刻だよ、これは。だからね、今、清水さんが言ったように、まあ、ユニクロをね、発表しましたよね。で、やっぱりなんていうかな、食品関係からね、衣料品関係にですね、どん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 ですね、インフレの火がですね、伸びのように広がりつつあるわけですよね。まあ、そしてね、それをね、このね、帝国データバンクですね、この民間の企業とかね、そういう経営状態をよく見ているね。ここがね、リポートとしてまとめたんですよ。まあ、調査会こ社れのを、最大手です、ここは。そうですね。で、これを見るとね、やっぱりすごいんですよね。食品主要105社、年内値上げ1万品目を突破、値上げ幅も拡大、価格は平均13%アップっていうね、いや、で、秋口以降も13%。値上げ続く見込みということでね。すごいんですよ、これね。これね、見るとですね、このね、一番最初に出ているグラフがね、非常にわかりやすいんですよ。で、これでね、これね、今年1年間ですね、2022年、どういうふうに値上げになるかということなんですよね、食品ですね。で、この左側のこの薄い青ですね、これがね、もうすでに値上げ済みのものなんですよね。1、2、3、4、5、6月と。で、これが6285品目あったということなんですよ。ね。そしてですね、この右側の濃い青のところですね、これが7月以降に予定されているもので、これが4504品目あるということで、そうすると、2022年、今年中に値上げするのがですね、累計1万789品目であるというね、これがね、分かったんですよ。ああ、クラクラする、怖い。ね。そういうようなことでですね、まあ、これからね、とにかく7、8月ですね、もう値上げ品目数が合計3000品目を超えると。で、8月の値上げは1600品目を超えると。そして9月以降も、新たに1000品目超で値上げが判明しているということなんですよね。で、これはですね、まさに今分かっているものだけでですね、これが、再値上げであるとかですね、再々値上げっていうのもおそらくあるだろうあるでしょということなんう。ですよね。そしてね、これはね、まさにその原油高に伴うですね、この容器であるとかね、それから物流費の高騰ですね、まあ、そういうのはあるんだけども、そしてこれからですね、特にこの円安の影響が出てくるというね、ことなんですよ。そういうようなことでね、とにかくね、この、なんていうかな、もうこれ未曾有のね、食品値上げということになってくるわけなんですよ。いや、これはきついよ。ご飯はさすがに、ね。我慢するってわけにも限度があるから。そうなんですよね。
相当だからね、これ厳しいことになりそうはだなっていうね、ことあるんですよね。い。1万品そ目しとはしかしすて、ごいな。ね、1万品目ですよ。ね。そして、まあさっき清水さんが言ったようにですね、これは食品だけだけども、当然ね、この医療ですね、着ている服。ものとかですね、まあその他のものもどんどん上がってくるわけですよ。これに伴ってですね、どんどん広がってくる。ということなんですよね。で、さっきちょっと言ったようにですね、これはね、まさにですね、原油高ですね、それから、その小麦であるとかですね、そういうものが、まあ、ウクライナ戦争で上がっているということに加えて、日本の場合はね、特に円安があるということで、円安がね、やっぱり止まらないわけなんですよめね。ちゃくちゃ止まらんね。で、止まらない。そなんしかてそれ140は、円も視野とか言われてますか140円はら。もう完全だと思いますよ。もう、感じとして、まあ、150円。出したら200円近くまで行っちゃうかもしれないですよね。恐ろ200円ぐらいしね。どんどんね、突破していくと思いますよ。い。200円はいくと思いますよね、まあ、そんなようなことでね。で、円はとにかくね、ドルに対してだけじゃなくてね、どっぽい安なんですよね。あらゆる通貨に対して安くなっている。そうです。ね。下手したら、ね、ルーブルに対しても安くなっているというでいすやね。佐藤さん、私今日ルーブルの金額見ましたよ。見ましたか？まずウクライナ危機が起きた直後、ルーブルは0.8円ぐらいです。今、なんと2円超えちゃってます。なるほどね。2.5倍も安くなっちゃった。どういうことやねん、これ。どういうことですかね、しこれかもウね。クライナ危機の前は1.5円なんですよ。つまり、ウクライナ危機の後のロシアの方が、日本より強いって評価されてるんですよ。そんな、アホな。これはね、これ完全なね、自民党政権の失敗ですよ。いや、どう考えても失敗でしょ、これは。これははっきり言って、アベノミクスの大失敗ですよ。ね。大失敗。大失敗でこしれょ。はもう間違いないですよ。ね。アベノミクスの失敗っていうのはね、これね、最大要因だと思いますよ。これなんでかっていうとね、これどういうことかっていうとね、まずね、この異次元のですね、アベノミクスね、3本の矢っていうのがあったじゃないですか。ね。で、一番最初に出したやつ、ね。異次元の金融緩和ですよ。これ本当にね、まさに異次元だったんですよ。こんなに緩和するってありえないだろうっていうね、大金融丈夫緩和なしのたら。かっていう。そしてね、当然金利が下がりますから、ね。で、金利が下がればですね、一番ね、象徴的っていうかな、みんな見てるのが、日米の金利差なんですよね。で、アメリカの金利に比べて日本が下がっていると。まあね、まさに長期金利。つまり、日米の国債のですね、10年ものの利回りでね、まず比べるわけなんですけども、これが、日本はまあ下がっているということで、そうすると、お金の流れは当然ね、金利の高い方に流れていくのが、まあこれ誰が考えても当然の話ですから。そうすると、ドルの方に流れていくわけですよね。そうするとみんなドルを買う。そして円を売る。そうすると円安になるということですよ。ね。これが基本的なね、安倍さんの時代のアベノミクスのやり方なんですよ。そうすると、当然ね、製造業は喜ぶわけですよ。つまり、これはね、輸出製造業ですね。例えば一番いいのは、まあ、自動車ですけども。日本はね、まあ、自動車はね、非常にね、強いわけですけども、これはね、円安になればですね、まあ、海外で、まず売れるわけですよ。基本的にね、まずその分は海外で、安くなりますから、安くできる余地が生まれるわけですよね。そうすると、車が売れると。そして、その儲けをですね、日本に持ってくる。そして、円に変える。そうすると今度は円安ですから、取り分がぐっと増えるということで、
この自動車を中心とする輸出企業にとってはですね、もう言うことないわけですよ、円安っていうのは。ね。言うことない。ということがあってですね、そうすると、製造業にとってはですね、これは、まさに麻薬効果みたいな、効果を上げてですね、例えば技術革新であるとかですね、それから、マーケティングをしっかりやってね、消費者はどういう、ね、車を望んでいるのかとかですね、そういうことをやっぱり怠りがちになるんですよね。そうすると、この製品開発とかですね、で、そういうものによるその消費の掘り起こしですね、それがね、なくなっていくんですよ。で、さらに技術革新がなくなっていくということで、短期的にはね、このやっぱり、取り分が増えてね、嬉しいんだけども、長期的にやっぱりね、価格じゃない、競争力ですね、製品競争力、これを失っていくことになるんですよ。ということで、これ指摘ね、よくされているのは、とにかく日本のこの輸出製造業、自動車をはじめとするですね、これがやっぱりアベノミクスによる、安倍さんによるこの円安政策によって、かえって弱ってしまったということがあるんですよ。いやもう実際電気自動車関連ではトヨタはかなり遅れてしまってですね。まあ、そういうことですね。テスラとかに対しても株価でもめちゃくちゃもう何分の1かっていうか価値しかないわけですから、まあ、結構遅れてるんですよ。残念ながらね、日本だとトヨタはそのお山の大将的に尊敬されているんですけど、残念ながらそういう状況なんです。そういうことですよね。あともう一つはね、この異次元のこのね、安倍さんによるこの金融緩和によってですね、お金がね、とんでもないところにだぶついてしまったんですよ。どういうことかというと、これは何度かね、何度も説明しているんだけども、とにかくね、安倍さんが国債をどん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 出すと。ね。そして、それはですね、まず民間銀行がまず買うわけですよ。ね。これ財政法上日銀が直接買ってはいけないことになっていますので、そして、民間銀行が買ったらですね、日銀はほとんどすぐにそれを民間銀行から買うんですよ。国債をね。そしてですね、それ国債を買うということは当然ね、国の財政を、まあ、支えてるんだよと。こういうことを名目上は言わないで、実際そうなんだけども、名目上は言わないで、国債のね、まさに、この操作ですね、買うことによって、金融を調節しているんだと。つまり金融政策の一つなんだということを言ってですね、買うわけなんですよ。そうするとね、お金が当然民間銀行にドーッと流れるわけですよ。ね。まあ、端的な話、それ540兆円なんだけども、ドーッと流れたわけですよ。でね、そこで当然ながら期待しているのはね、みんな期待するのは、その540兆円が、ね、今言ったですね、トヨタとかね、そういう自動車産業とか、あるいはいろいろな機械メーカーであるとかですね、製造業に流れて、それが設備投資に結びついてですよ。ね、そして、経済ですね、景気がどんどん上がっていくと。これを期待したんだけども、なんと驚いたことにですよ。資金需要が全くなくて、ね、全くなくて、この540兆円が民間銀行そのまま残っちゃってるんですよ。で、その民間銀行が540兆円どこに置いているかというと、日銀の中に各銀行が当座預金口座って持っていて、そこにそのまんま預けている状態なんですよね。ドーンとね。ポーンと。ね。これなんでそうなってるかというと、これね、設備投資しようにも、消費者の需要がですね、全然高まってなかったということなんですよ。国内需要は。なので、景気の上がりようがないんですよね。設備投資のしようがないんですよ。なので、この540兆円が吐けなかったわけなんですよ。なので、これ日銀の中の当座預金ただ積んであるだけっていう状態なんですよね。こういう状態が基本的にまずあるわけですよ。そうするとね、この黒田さんがですね、もしね、今ね、金利を上げればですよ。
金利を上げてね、今、日米金利差が広がってますから、それでね、円安になっているわけですけども、この原因をね、取り除くために、日本の金利を上げて、そしてアメリカの金利と同じような動きをするように、すれグばね、すれば、アメリカの方にお金は流れなくなるわけですよ。そうすると日本円も買ってもらって、円安は困るわけなんだけども、それができない。なぜかといえば、金利を上げればですね、この日銀当座預金にある540兆円、これ今ね、ゼロ金利なんだけども、これに金利をつけなきゃいけなくなるわけですよ。そうすると、そこにですね、例えば2、3%というですね、金利をつければ、12兆円のお金が必要になるわけですよ。いやー、それだって積んであるおね。金だけにそれでかかるわけですよね。そうなんですよね。じゃあ、そのお金ね、その資金をどこから持ってくるんだっていう話ですよね。日銀は債務超過になっちゃうわけですよ。だから、それはね、要するに国債からね、国債の金利から回ってくるわけですよ。当然、国債ね、日銀はその持ってますから、それはね、その分の国債を。その金利が回ってくるわけですよ。じゃあ、その国債の金利はね、どこから出すんだと、十数兆円。ね。これは要するに、もうね、二つしか道はないわけですよ。ね。一つは増税ですよ。もう一つは、さらに国債を発行することですよ。ね。で、安倍さんが言ってるのは国債を発行しろっていうことなんですよ。で、発行すればするほど、ね、今の経済構造では、日銀のこの当座預金が540兆からさらに550、560、ずっと増えていくしかないんですよ。そうするとですね、これはまさに外から見れば、本当に異常な状態に見えるわけですよ。ね、こんなに危ない状態はない。そして、金利がさらに上がればですね、これ加速度的に増えていくわけですよ。そういうね、もう一触即発の状態にあるんですよ。だから、そう。だから、その黒田さんはですね、金利を上げることができないんですよ。怖くて。ね。金利がね、長期金利が、ちょっとでもこう上がってきたらね、もうそこで恐怖感に襲われるわけですよ。うわーってなって、差し伸べ差し伸べ差し伸べみたいな感じで抑え込んで、グッグッそう。グッグッて。つまりね、指し値をしてですね、つまり、今、国債金利は0%にしてるんですよね。そして、そこにプラスマイナス0.25%まで許容しているんですよ。ということは、国債の金利がですね、0.25%になる。そこに指し値をしてるわけですよ。そこに来たら、すぐに買うと、日銀が。そういう指し値注文をしてるわけですよね。そういう、そのぐらいね、今、黒田さんは恐怖の中にいるわけですよ。なんでかっていうと、これね、金利がね、突破する可能性もあるわけですよ。そうなった場合は、日本経済は非常に危ない状態になってると。ということなんですよ。なので、金利を自ら上げることが絶対にできないんですよ。黒さんは。そうですね。と、上げれば、まさに日本経済が破綻。そして、アベノミクスがもうね、どうしようもないバカだったっていうのは誰の目にも明らかになる。これがね、黒田さんが最も恐れていることなんですよね。そしまあ、て、その黒田さんの恐れというのは、安倍さんの恐れでもあるわけですよ。そうですよ。そう。なのでね、黒田さんのね、任期が、日銀総裁の任期があと1年なんだけども、ね、本当だったらね、岸田さんはもうね、切ってますよ。黒田さんね。だけども、僕はね、これできないと思う。なんでかっていうと、安倍さんが許さないと思うんですよね。そうすると、まさにこの安倍さんの、ね、自分のこの悪事、ね、アベノミクスやっちゃったっていうね、この失敗、これを隠すためにですよ、国民経済、国民生活がさらに犠牲になる。だから、これはね、円安はとどまるところは知らないし、そうするとね、さっき言ったように、もう1ドルね、140円、150円。200円ぐらいまでいきますよ、これは。いやー、これね、でも、本当にって思うかもしれないけど、実際そういうリスクは高まってて、で、これ、アメリカ経済と日本経済、どっちの方が強いですかっていうふうに考えたときに、アメリカ経済の方が強いって思う人の方が大半ですよ。GDP だって3、4倍違うわけですから。
で、そうなった時に、そのアメリカ経済が主体となっているアメリカ国債を買った方が金利が高いんですよ。日本の国債っていうのは日本経済の方がアメリカ経済で弱いのに、なぜか国債が安い。そんなもんどう考えてもドル買うでしょ。だから今そういう状況になっている。だからもうなんかものすごい、それこそ大事件が起きて、アメリカ、例えばアメリカとも、うなんかプーチンと、もう全面核戦争になりましたとかね、そういうことになったら、まあ円安は止まるかもしれないけど、まあその時は世界も終わってんなっていう感じなんですが、まあだからもう長期的にはこれ円安がね進んでいく要因しかないんですよ、残念ながら。そうなんですよね。それを作った安倍晋三って男は罪だと思うよ。いや、まあこれはねもう本当の罪ですよ、うん、うん、これはね本当ね大バカ者ですよ、うん、大バカ野郎ですよ、うん、ね。そしてその片棒を担いだというかですね、まさに、ね、多分ねそれが僕は条件だったと思うんだけども、うんうん、それが日銀総裁にしてもらったね、黒田さんの条件だと思うんですよ、うんうん、ね、じゃあ安倍さんのそのバカなバカなですね、うんうん、そういうことを実現させてしまったっていうね、うんうんうん、そして、この黒田さんがね、まさに問題発言したじゃないですか、うん、ね、この共同通信の如月会でですね、家計は値上げを受け入れているっていう、この受け入れている、うん、ね、受け入れてると言いましたよね、うん、そして、このね、この印刷されたものをね、うん、この10ページ目ね、これ開いてもらいたいんだけども、はい、ね、そこにねこういうふうに言ってるんですよ黒田さんね、はい、まあ、この結果自体はね相当の幅を持ってみる必要はありますが、うん、一つの仮説としては、心の中における行動制限下で蓄積した強制貯蓄が、家計の、ね、値上げ許容度の改善につながっている可能性があります、うん、ね、これね本当にね我慢とかなんとかね、うん、黒田さんが言い訳してるけども、うんうん、まさに許容度の改善につながっているとはっきり言ってるじゃないですかね、何が許容度の改善だよ、みんな仕方ないんだよ、ね、で続きを読むとね、うん、いずれにせよ強制貯蓄の存在等により日本の家計が値上げを受け入れている間に良好なマクロ経済環境をできるだけ維持し、これを来年度以降のベースアップを含めた賃金の本格上昇にいかにつなげていけるかが当面のポイントであると考えていますよね、これ書いてあるんだけども、私この文章読んだ時、ね、この人頭が狂っちゃったのかっていう、いやこれ、ね、だからね、まあ、狂っちゃったかと思うと同時にね、うん、ちょっと笑っちゃうんですよこれね、何言うてんのっていう、本当に笑っちゃうんですよ、うん、というのはね、これを来年度以降のベースアップを含めた賃金の本格上昇をいかにつなげていけるかが当面のポイントであると考えています。もうテーマはここでしょ、うん、ね、これを本当はね、喋んなくちゃいけないところなんだけどもね、うんうんうん、要するにね、でこれを一言で言っちゃってるわけなんだけども、うんうん、この賃金の本格上昇ですね、どうやってやるね、ね、そう、どうやってこれね、やるんですかって話ですよね、うんうん、これ何度もね、この前のあれで説明したんだけども、うん、まず経営者がね、賃金、給料をね、上げるというふうに判断するときってね、うん、どういうときかというとですね、うん、これは要するにね、儲かってる時ですよ、うんうん、はっきり言えば、うん、ね、なんで儲かるかといえば、さっき自動車産業のことでちょっと説明したようにですね、うん、例えば技術革新とかね、うん、そして、何かですね、新しいことをやって、それが、消費者に受けてですね、うん、ものすごく売れてきたということですね、うんうん、そういうことで、まあ、非常に生産性が向上していくと、うん、これがですね、まず儲かる秘訣ですよね、うん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 、でそうなって初めて、じゃあ、給料を上げましょうということになるわけですよ。うん、でそういうですね、要因がありますかということなんですよ。うん、ない、ね、ないでしょ、うん。つまり、さっきも触れたように、540兆円がですよ、本来設備投資とかね、そういうことを期待して、ね、うん、民間銀行に流した540兆円が、そのまんま日銀に帰ってきて、当座預金で、そのまんまって置いてある。そう。ブーメランのようにバーッと戻ってきちゃったということで、うん、どうやって賃金の上昇なんかあるんだということですよ。
いや、むしろそのたまりにたまったツケを払うために大変な、まあ、増税。で、それがだでからき僕ないはかね、ら今、円安に行ってんだけどね。これ僕ね、読んだ時にですね、黒田さんの悲鳴が聞こえてくるような気がしましたああ、よ。わかります、わかります。そんな感じ、そんな感じ。もうどうそんしなよう話もでしないたんね。だよーっていう感じ。もうどうしようもないんだ。助けてくれよと。これね、悲鳴が隠されていますよ。この、この言葉の裏にはね。なんとかね、賃金上げてどこでもいいから、ね、景気動かしてくれと。ね。もうこれ神頼みじゃないですか、これ。神頼み。ね。いかにつなげていけるかって、これ神頼みでしょうね。ね。そうなっただかららこれいいはね、なみたいな。なったらいいな。願望でしょ、たぶんそんなの。そういうことなんですよ。ね。だからこれは本当にね、ひどい話でね。で、このね、黒田さんがですね、問題発言をしたですね、まあ、家計はね、強要度が増してるっていうね、受け入れていると。それの元になったですね、参考にした、この渡辺努東大教授ですね、まあ、この人のこの調査論文ですね、リポート。これでね、7ページ目のね、このグラフ見てほしいんだけども、ここでですね、この前も説明したんだけども、あまりにわかりやすいグラフなんでね、これなんでね。これを見て日本経済の賃上げがうんぬんとか値上げが許容度とか言えるんだっていね。これね、本当に驚くのはですね、左側がね、これ1年後の物価は現在と比べてどうなると思いますかという質問に対して、これね、一番左側のね、かなり上がると。これがね、もう劇的にね、2022年5月上昇してるんですよ。ビーンって上がってる。これほどのね、変化ってね、めったにお目にかかれないですよ、これ。いや、もうこれはね、誤差じゃない。ね。だってで、これこういうことね。2021年4月から比べて、今年の5月は何倍や？これ。5倍ぐらいになってるやん。かなそうりです上がね。るっていうふうに思ってるのは。8%ぐらいじゃないですかね、去年のね、7月は。それが40%超えてるんですよ。で、少し上がるも合わせると、もうこれ90%ぐらいあるね。ああ、そうですね。で、ほとんど変わらないが逆に、1年、2年前と比べてめっちゃ減った。みんな悲観してるんで。ね。それはそうですよ。ね。今のね、一番最初にね、帝国データバンクの資料で紹介したように、これはもうね、はっきりしてるわけですよ。ね。インフレというのは。そしてそれに対してね、この右側のね、1年後のあなたの収入、給与などはどうなっていると思いますかっていうね、これがね、真ん中の変わらないっていうのがですね、まさに今年になってさらに増えていると。ってことね。は、まあ、実質賃金が下がるのをみんなもう覚悟してるってことですよ。そういうことですよ。ね。これは要するに、1年後のあなたの給与、ね、収入どうなってますかっていうね、答えに対して7割近くが変わらない。これね、普通、サラリーマンであればね、自分の会社の経営状態とかね、まあ当然営業やってる人は、状態がもうすぐわかるわけですよ。売れてないのか売れてないのか。そうすると、これは給料上がりっこないなってみんなもすぐわかるわけですよね。これ正しいわけですよ、この予測というのは。そうすると、今清水さんが言ったように、実質賃金ですよね。つまり、この給料ですね、給与。それから、このインフレ率ですね。これが一体この差がどうなっているかということで、これインフレの方がね、非常に高いということで、実質賃金はもうこれ減少は間違いないわけですよ。しかもね、さっきね、帝国データバンクのね、データで見たように、これ相当はありますので、そして収入は全然変わらないということですから、もうね、実質賃金のマイナス幅がさらにこう大きくなっていくと。そしてそれがね、結構長く続くというね、予測が成り立つわけですよ。そりゃそうだよ。ね。そういうことがあるんですよね。そうするとね、どういうことが起きるかというとですね、まずね、今世界的にね、心配されているのがスタグフレーションですよ。ウクライナ戦争によってですね、まさに世界的に日本ほどではないけども、
このね、資源のですね、逼迫によってね、それから、今ね、この黒海がですね、ロシアの機雷とかでね、封鎖されているので、小麦が出てこないんですよね。そうすると、まさに世界的なね、この小麦不足で、すごいインフレになるわけですよ。ね、食料危機ですね。そしてさらに、この景気が良くないということで、これはね、完全なね、スタグフレーションなんですよ。ね。そしてさらに言えばですよ。日本は、これに加えて通貨安があるので、最も深刻なスタグフレーションになるんですよ。いやー、目が当てられないってやつです、本当に。目が当てられないんですよ。ね。これね、大変なね、日本はスタグフレーションになるんで、ということはですよ。これ、まあ、いろいろね、国民生活、本当大変なことになるな、ということがあって、そしてね、これはあんまり言いたくないんだけども、ね、まさにですね、このウクライナ戦争ですね、それからコロナの危機でですね、特に20代の女性のですね、貧困ね。からね、貧困、ね、失業率が上がって、そして自ら命を絶つケースがね、目に見えて増えてるんですよ。グラフを見るとね。そうするとですよ。それがね、まあ、なんていうか、良くなるっていうかな。そういうのが減ると、要するにね。どころか、さらにこう、なんていうかな、広がっちゃうね、可能性も、恐れもあるわけですよ。いや、まあ貧これ、富の格差は広がるだろうそうなんですよな。ね。これね、まさにこの政権党としてですよ。どういうね、政策担当者として、どういう責任取れるんだと。ね。これ、完全なね、マクロ経済政策の大失敗ですよ。ね。まさにこの円安構造というのは、さっきずっと説明してきたように、完璧なアベノミクスによるものですから。ね。これ、今、その構造からね、抜け出せないんですよ。円安構造からね。いやだってまあ本来アベノミクスっていうのは一時的に超低金利政策にして、その時にいろんな企業が挑戦するためにお金を借りて、で新しい産業が生まれました。だったらいいんだけど、残念ながら全くできてない。そういうことなんですよね。一番だわからかりや単すいのは、純に。だって円安実感するのはこれですよ、 iPhone。民主党政権の頃って一番いい iPhone の機種ね、5、6万で買えた。今15万しますから。なるほど。どんだけ円が安くなったんだと。あとはその MacBook Air ですね。前と同じ型のやつがですね、11万円で買えたのが今14万円です。もうだからどんどん高くなっていっているんですよ。なるほど。そういうことですよね。そういうですね、まさにこの、なんていうかな、インフレ状態ですね。これのね、構造からね、抜け出せないんですよ。ね。そしてね、この、短期的に見てもね、短期的に見ても、今ね、134円までいったじゃないですか。ね。そしてこれがですね、まさにこのアメリカの方はですね、9月ですね、9月、10月ですね、これのね、アメリカの中央銀行はね、利上げね。FRB、フェデラルリザーブボードっていうんですけども、これ、フェッドって呼んでるんですけどね、このフェッドはですね、この利上げをですね、やっていくんですよ。ね。これはね、9月ですね、9月のね、FOMC。これね、フェッドの連邦公開市場委員会って言うんだけども、まあ日そこが銀決のめる理んで事会みたいなもんですね。すよ。そうですね。そこで9月の FOMC までですね、4回連続で0.5%幅の利上げをやっていくというふうに見られているわけですよ。そうするとですよ、ね、この黒田さんね、さっきずっとその構造を見ましたけども、利上げできない構造があるので、4回連続でね、同じことが起きるわけですよ。あ、怖。でね、円安がね、その度に、だん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 とですね、壁をぶち抜いていくわけですよ。その構造しかね、ありえないんですよ。
まあ、一時的にね、大体利上げすると、株価が安くなるから、そうすると、国債の金利がちょっと下がったりする場合あるんですけど、それも一時的で、結局、またぐーっと開いていって、高くなっていって、ドルが高くなってて、円が安くなるというそ状う況でだすね。ね。だからまあね、このアメリカのフェッドのうん。状況を見るとですね、9月まではこの構造は変わらないということなんですよ。ね、日本は利上げしないということですから、利上げできない構造なんですよ。この黒田さんと安倍さんがいる限りですね、できない。なので、この9月まではこの構造変わらないので、6、7、8、9ですよ。これね、時間はね、これ長いですよ、これ。かなり長いですよ。そうすると、これ140円なんてもんじゃなくて、もっと上がってきますよ、200円とかね。そう怖するとい。ですね、そうすると、まさに、この円安によるですね、この輸入インセですね、これがさらに輪をかけてくる。そうすると、スタグフレーションがさらに深まる。すっごいね、日本はやばい状態になりますよ。ね、そうこでれがすね、ね。まさに、安倍さんと黒田さんがね、ずっとやってきたことであるし、いまだに続けてること。で、これをね、岸田さんが一体いつまで許すのかというね、問題なんですよ。ね。もう、岸田さんはね、これ、なかなかね、これ、踏み切れないと思いますね、あの人のもう政権許しとちゃダメね。なんだけどね、もうん、うん。ね。う。そういうことなんですよ。そして、その安倍さんがですよ、ね、まさにね、この防衛費ですね、2倍にしろということで、ずっとね、声を大きくしてやってるわけですよ。で、2倍にするということは、これ前の動画でも説明したように、アメリカのバイデン政権と利害が一致してるわけですよね。つまり、安倍さんが2倍にするということは、この FMC、FMS というね、日米の武器のですね、政府間供与の取り決めがあってですね、まさにこのアメリカにね、お金を払って武器を買うね。そうすると、それがですね、どこにどれだけお金が行ったかっていうのは一切わからない仕組みになってるんですよ。で、ロッキードの兵器でも、それを日本政府が直接買うんじゃなくて、ロッキード政府が一旦アメリカ政府に買ってもらって、そこから日本政府に来るんですよ。それが FMS なんだけども、そうすると、アメリカ政府のどこに金が落ちてるのかさっぱりわからないわけですよ。ね。で、これ、例えば2倍ぐらいに増えてる可能性だってあるわけですよ。ね。そうすると、バイデンはですね、ね、日本が2倍予算にね、すれば、取り分が2倍に増えるわけですよ。はっきり言えば。ね。そして、ね、安倍さんはですね、まさにそれに貢献してるということで、すごいね、利害が一致してるんですよ。だから宗主国の意向を買って、もうあんなに好き勝手言える。そう。つまりね、日本のね、戦後政治というのは、これね、アメリカの後ろ盾とのね、戦いなんですよ。ね。これ僕は週刊朝日時代にですね、星条旗の元の最宰初。相たちってね、大型連載やったんですけども、これは僕はね、如実に調べてよく知ってるんですけども、ね、安倍さんというのはそのマスターにね、岸信介タイプのね、政治家なんですよ。つまり、アメリカに完全にすり寄って、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 そして力を得るというね、完全なね、ごますり野郎なんですよ。で、それと逆なのはですね、吉田首相ですね、戦後すぐのね、吉田茂、それから田中角栄なんですよ。ね。で、安倍さんタイプというのは岸信介であり、佐藤栄作なんですよ。ね。これもはっきりしてるんですよ。ね。で、さらに言えばね、この、なんていうかな、岸信介というのはね、僕はアメリカの公文書館行って、それからですね、アメリカの特別な委員やってる、アリゾナ大学のマイケル・シャラーのとこ行って話を聞いたんだけども、岸信介という人はですね、例えば経団連とかですね、そういう経済団体とか、あるいは何かの企業を通じてアメリカからお金をもらっているということなんですよね。だったら、
その帝王教育を受けている安倍さんだって、うん。そういうことがないとは言い切れないわけですようね。そうすると、じゃあこれ、防衛費2倍にすればですね、ん。相当の、ね、ものがあるわけですよ。うん。ね、要するにバックのものはですうん。ね。そういうことだって推測されるわけなんですよはい。ね。ということで、うん。安倍さんにとってはね、防衛費2倍にするということは、うもうね、とんでもなく嬉しいことなんですよ。ん。うん。ね、で、アメリカのね、利害が一致しているので、後ろ盾がね、さらにこうパワーアップするわけですよ。いや、そうするとね、はい。安倍さんの悪事であるですうね、ん。この1億5000万円ね、広これ島のね。うん。2019年のうん。参議院選挙で、この広島選挙区においてですうん。ね、河井案里さんにでうん。すね、他の人の10倍の1億5000万円をですね、はっきり言って安倍さんがですね、指図して渡したと。そしてなんと僕が得た情報によれば、とりあえず半分ねということで、取り半、7、8000億、7、8000万円、ね、持っていってしまったということがあって、検察はその情報をしっかり握っている。そしてもう裏も取っている。ね、そういう状態なんですよ。ね。で、あとね、桜を見る会でね、これはもっとね、金額が相当低いんだけども、いろんなね、細かいね、みみっちい話がいっぱい出てきてるわけですよね。みみっちい話が。そう。サントリーからビールいくらもらったとかです ね。ニューオータニからね。鶴のも390万円値引きしてもらって450万円で60万円で借りれちゃったとかね、そういうの。安倍さんっていうのはうん。ね、もう、大から小までね、もうみみっちい話からね、何から何まで、全部とにかくね、いや。自分にプラスになることはやってる。ね。そしてそれはなんとかですね、アメリカの後ろ盾が強くなれば乗り切れる。ね。岸田さんだってね、もともとあの人別に、ね、意志が強いっていう感じじゃないけど、アメリカの圧力があってですよ。安倍はやるなよというね。そんな圧力があって動けるわけがないんですよ。ね。田中角栄だってやられたというね、これはまあ、確証がある、裏があるわけじゃないんだけども、そういう話があるわけで、まあでもね、動き見ね、ているわとけない。田中角栄は中国、そしてソ連と、まあもっと仲良くしようとして、まあ刺されたっていう、そういうことまあ公然の秘密みたいな感じですけどね、あれは。ですね。ただね、それは裏取れてた話ではないんで、わかりませんけども、これはね、独自の資源外交をやったんですよね。ソ連相手にですね。それからその前に、中国とですね、アメリカに先駆けて、国交回復しちゃったということで、相当ね、こいつは生意気だっていうね、ことになったわけなんですよね。まあ、そんなようなことでね、アメリカとの関係っていうのはね、日本の政治を見る上で非常に重要なんですよ。で、安倍さんというのはまさに、このアメリカに対してですね、本当になんていうかな、中堅、ポチコーじゃないけど、中堅アベコーみたいな感じでですね、なってるわけですよ。いや、勘弁してよ。でも、あと、防衛費っていうふうに、勇ましく言ってるじゃないですか。でも、ちょっと不思議なのが、こんなに物価上がってる時にですよ。防衛費増やすんですっつって。貧乏になりたいのっていう。そう、不思議でしょうがない。なんで貧しくなってきた時に、いや、もう、今まさに、もう、プーチンが、北海道に何発もミサイル落としてるんだって言うんだったらそれはわかるけど、いや、あっちの方で戦ってて手一杯になってて、で、中国はコロナで手一杯になってて、どこに敵がいるの？で、貧乏になってきたんだよね。じゃあ内政を固めなきゃダメだっていう時にですよ。軍隊を増やそうっつって。いや、ますますだってこれ、しかも防衛予算2倍にしても円が安くなっていったら、結局ドルで買うから、買えないんだよ、軍備。いや、ちょっとだから何から何までアホがすぎる。だから、安倍さんが考えてるのは、とにかく、ご主人様であるバイデン様のね、懐を増やして、ね、そして、よろしければ私めもそのおこぼれに預かりますと。で、逮捕まあ、だそけんはなやのめてが、ねーって。まあ、そんなの、そう。だから、それでね、逮捕はやめてくださいよということでね。まあ、そういう話なんですよ。まあ、簡単に言ったらですね。けしからん話だ。そう。
で、そういう状態をですね、許していいのかという話ですよ。でね、今度の参議院選挙ですね、7月にやるですね、まさに自民党に勝たせるということは、それをね、まさになんていうか、あ、そういうふうにしてくださいと。あ、いいですよですーって。ね、もういいです、いいです。それをね、やってください。我々奴隷なんだから、い皆さや、んやっもうてくやだんい。だ。俺はやだ、やだ、ね。やだ。まあ僕も嫌ですけど、そういうふうにね、考えてるということなんですよ。まあ、ちゅうわけでね、ちょっと、いくらなんでもひどいだろっていうことでね、今日は佐藤さんと、まあ、通らせていただきましたよ。で、円安時刻、いいですか？円安時刻、物価上昇っていう時にですね、防衛予算倍増とかって言ってるけど、おかしいだろ？いくらなんでも。それにちょっと気づいてほしいし、5兆円増やすんだったら、5兆円逆に消費税減らしたら2%ぐらい減らせるよ。そうやって、例えばないでしょう景ね。気をね、良くしていって、GDP が1000兆円になりますよ。まあ500兆円、600兆円、700兆円、800兆円、1000兆円ってなって、で、それで、防衛予算10兆円になりました。これなら文句言わないよ。でもなんかそんな、全然やらないようなね、そういう発展はさせないけど、ガードマンだけ増やすなんてことやってもそれはダメです。なんで、佐藤さんと今日は取らせていただきました。円安収まってほしいんだけど、残念ながらですね、ないです、そのプランは。もうプーチンがワシントンに核ミサイルとか落としたら、ドルも価値も消し飛ぶけど、その時はもう世界も終わりなんでね。それぐらい日本を追い詰められてますよ。選挙の時までに考えましょうね。ということで、今日も読書。佐藤さん、皆さん、本日もありがとうございました。あと皆さんのね、コメント、いつもありがとうっていうのと、応援のカンパも本当にありがとうございます。バイバイ。今日も読書。はい。今日も見ていただきましてありがとうございます。佐藤さんの応援のためのカンパ、銀行口座とですね、クレジットカード、どちらかでもできます。ひとつき万札の公式ページができました。こちらに佐藤さんの今までの書籍、全部アップロードされていますので、欲しい人はこちらから見ていただけると嬉しいです。いつも見ていただき、感謝します。ありがとうございます。